Squaresoft。はい、どうも、いちおです。今回からですね、このゲームライブアライブ始めていきたいと思います。まあ小さい頃ね、友達がこれ持っててやってたのを見てました。僕は見てるだけでプレイ自体はしてないですね。でね、見てただけなんで、これまたちょっと記憶っていうかね、攻略に関しての記憶っていうのはほとんどないんですけど、まあこのシナリオ選択、この画面ぐらいですかね、覚えてるって言ったら。なのでもうほとんど初見に近い感じです。まあどれからやっていこうかな。どうしよう。まあそうですね、現代からいきましょうか。せっかくなんで現代から、世界に点在するあらゆる格闘技の奥義を身につけ、最強の座を手に入れようと野心をする若者の激闘。ムエタイプロレスルチャ、国宝でいいのかな、サンボ、相撲。すべての格闘技の必殺技をその肉体で受け習得するのだ。よろしいですか？はい。まあ、攻略サイトは見ないで、できるだけね、どうしても行き詰まったら見ますけど、まあ、存分にゲームを楽しみたいなと思います。さて、オープニングムービーですかね。俺は今戦いの旅に出る、世界の頂点に立つため、あらゆる格闘技の必殺技を手に入れる旅に出るのだ。しかし相手も格闘の世界に踊る人生をかけている者たちだ。ストイックですね。音楽はかっこいいです。あんたの恩義を教えてくれと頼んだからといって、誰もそんなことをしてはくれない。そりゃそうですね。にしてもですね、トレーニングルームの人はちょっと金が少ない気がしますよね。やはり拳を交えてみなければ。自分の身をさらして相手の技を誘い出すがないだろう。そうすれば戦いの中からきっと何かがつかめるに違いない。うまくいけば相手の技を物見できるかもしれない。高原なんて言うんだろう、下の名前。日照日なんて言うんだろうな。どうしましょうかね。名前デフォルトのままいきましょうかね。なんかキャラクターがいっぱいいて、どれが本当の主人公かっていまいちよくわかんないんですよね。もうガンとしたね、主人公が一人いるんであれば僕の名前使おうかなと思うんですが、
ここはデフォルトのまま行きましょうかね。ちょっと処理が重くなってますか？うん、高原日照な、なんて読むんだろうな。この俺が、ちょっと読めなかったよ。早いんだよ。すべてはこれから始まる長い戦いの数々が教えてくれる。目的がいまいちよく分かんないですね。現段階では何、まあただひたすら強くなりたいのでしょうか。なんか格闘ゲームみたいな感じの、でもこの感じロックマンに似てますよね。敵を選ぶみたいな。対戦相手を選んでください。X ボタンでメニューが開きます。こういうゲームなのこれ。ちょっと持ち物ない。技。結構、もう、三つもあるんですね。烈風聖剣突き。瓦30枚割りの威力。遠回し蹴り。相手の向きを変える。気合溜め。回復技。体型。音声、なるほど。装備。装備は何もないですね。レベルは2からスタートでしょうか。何も持ってないね。じゃあ、どうしましょうかね。誰から行きます？この石仮面から行きますか？吸血鬼、石仮面。石仮面から行きましょうか。グレートエイジャー、メキシコルチャリブレ、ルチャリブレのトップヒール、エルルードの技をマスターした日本人。これ日本人なのかこれ。もう完全に目がね、紫になってますよね。髪型と同じ色ですけど。思いっきり鼻の中見えてますね。テクニシャン、これでテクニシャンなのかよ。ラフ殺法をも使いこなす。悪の天使、どっちだよ。悪の天使って。フランケンシュタイナー、トルネードプレス。で、どうするんでしょうかね。ファッキン、高原、日照、今仮に日照と呼びましょうか。なんて読むんだろうな。まあ、名前ぐらいはね、調べてみようかなと思うんですけどね。ウィキペディアあたりでね。お前など技を出すまでもない。その首かっきってやる。こういう感じなの？しかもでかっ。自由に動けんだね。攻撃されましたけど、毒のダメージ。いきなり毒を付与してきましたね。間合いがあるんだ、これ。技によって。その間合いに入んなきゃいけないんだね。どうしよう。力対応？よくわかんないですね。なんか、ステータスが下がったような感じがしたんですけど。向きを変える。向き変えてみましょうか。向きを変えるとどういう効果があるんでしょうかね。変わってねえじゃん。毒のダメージ。やばいな。これ、勝てんのこれ。ダメージはこっちの方が大きいんですけど、やばい。これ必殺技じゃない？マジで。技覚えましたよ。盗んだのかな？やばいやばい。回復しましょう。それだけ？全然回復追いつきませんって、これじゃあ。逃げればいいのか。間合いを取って、プレスを覚えた。どんどん技を覚えていくんだね。
やばいってやばいって。なんか普通の RPG とはちょっと違うみたいだよね、この感じは。あ、負けた。悔しかったら俺の首をかき切ってみろ。負けましたよ。え？終わり？これ難しすぎやしないか。ちょっともう一回行ってみましょうかね。またあの導入ムービーを見なきゃいけないんですかね。カットできないですね。あ、じゃあ違うの行けばよかったな。いや、ちょっと待て。強すぎるんですけどね。しかもね、思ってた感じの RPG とはなんか違うような感じがするんですよ。あ、すいません。ここちょっとね、2回目なんですけど、ちょっとここノーカットですいません、お願いします。ノーカットでなるべく行きたいんで。なあ、対策ないしな。でも、なんかね、技覚えたんですよね。あの、覚えた技で、なんか、戦っていくのかな。どうしたらいいんだろうか。ちょっともうどうしても、どうしますかね。もう一回同じ相手にですね、挑んでみましょうか。どうしましょうかね。違う相手の方がいいのかな。もしかしたらなんか倒す順番とかあるのかもしれないですし。ロックマンみたいにね、弱点となる技を覚えていくかもしれないしね。どうなんでしょうかね。ちょっと相手変えてみますか。そうしましょうかね。じゃあどれにしようかな。こいつやばそうじゃないですか。なんか達人、ザ達人みたいな顔してますよね。斜め45度から見つめるっていうね、この角度。これはこれはもうものすごい達人に違いないですね、これね。じゃあこのなんかブラックジャックみたいな傷がある男にしましょうか。ブラックジャック。トゥーラハン。うん。猿超大国。なるほどね。特殊部隊において、すでによる殺人技の研究に取り組んでいる男。なるほど。人体の唯一、鍛えられない場所、関節、犬の鬼。おー、すごいですね。関節技が得意なんですよ。アームロック、クロス、ヒールホールド。なるほど。この得意技をですね、覚えればいいのかな。打撃など所詮は子供の喧嘩だ。私に触れればたちまちも、やばいな。これまたでかい。どうしようか。とりあえず今んとこね、技を覚えてないんで、懐に潜るしかないですよね。このぐらいのダメージだと、まあ耐えきれるっていうか。アームロック。反撃？関節か。関節？これが関節。アームロック覚えた。これ使ってみましょうか。まあ、やばい。カウンター使ってくんだね、こいつ。アーム、今は使えません。あ、なんか、マーク出てますけどね。これ、気合いためで、この状態を回復させないといけないのかな。まで、関節技が得意だってことは、接近しなきゃダメだってことだもんね。じゃあ、間合いをうまく取ってさ、戦えばいいんじゃね？と思うんだけど、どうでしょうか。アームロック。やってみましょうか。全然効いてねえし。
あ、反撃いった。なるほど、面白えなこれ。んー、ダメだね、カウンターできちゃうからさ、これずるいよな。またして、あ、間違った。またしても負けそうだしさ。これどんどん追い詰められていきますよね、間合いを取ろうとすると。倒しきれねえかな、これ。この反撃がね、ずるいんですよね。負けた。ちょっとこれ、強すぎませんか、これ。僕が弱いだけなんですかね。ちょっとこれ難しいですね。ちょっと後回しにして別のシナリオ行ってみましょうか。西部編。アメリカ大陸西部開拓時代。放浪を続けるお尋ね者が無法者たちに脅かされる。サクセズタウンに訪れる。罠の材料を探し、町の人々と協力して仕掛け、無法集団クレイジーバンジの襲撃を迎えるつもりだ。よくわかりませんけどね。こちらはなんかそれらしいロールプレイングゲームのような感じもしますけどね。どうなんでしょうか。ヒゲのおっちゃんが出てきましたけど、どこ行くんでしょうか。クリスタルバー飲みに行くんかな。あ、飲みに行ったんだね。で、どうなるんでしょうかね。この人がこの主人公じゃないよね。いや、保安官。マスター、こいつを貼っといてくれ。新しい手配書かい。やれやれ、奴らだけでも物騒なのに。何々っていうやついないっすよね。三段。終わり。これが主人公なのかな？キット。三段、あ、違うのか。三段キット。狙われてんのかな？こいつか。いいですね。さっそうとね、この砂漠をかける。どこに行くんでしょうかね。お、止まった？止まりますね。止まった。ようしばらくだな。誰だ？お前誰だ？そんな顔するんじゃねえよ。あんたの逃亡生活にピリオドを打ってやろうってんだ。感謝されて叱るべきだと思うんだね。抜きな、この賞金稼ぎ、マッドドッグ様とあろうものが。悪腰のやつをやっちまうわけねえかね。なるほど。ライバル的なキャラなんですかね。これで何度目かな、あんたとやり。やっぱそうですね。なんかそういう感じの。今じゃ、恋人同士のような記載するぜ。だがそれも、今日までは。いきなりバトルですかね。いきなりバトルですね。なんか展開が早いんですよね。おお、なんか技いっぱい覚えてる。どれが強いんでしょうか。ダブルショット。ああ、やっぱ射程があるのかね。パス。動かない。シングルショット行ってみましょうか。
お、強い強い。あ、同じ技使ってきたね。さっきのね、主人公に比べると全然まだ HP が低いんですね。アイテム。アイテムはない。一歩踏み込んでダブルショットいきます。お、倒したんじゃない？わかった。よかったよかった。そして、バカにしやがって。なぜいつも俺をやらねえ。守りたいものがあるからさ。違う。待ちやがれ。お前がナンバーワンだ。うわぁ。アイバゴールドの手綱を打ち上がったな。うわぁ、これ、性格悪いっすね。置き去りですよ、この砂漠のど真ん中に。これはもう、殺すよりも悲惨な。お、町か。で、さっきの町に寄るって感じになるんですかね。放浪。さっきの、おお、そうですね。さっきの町です。お、動ける。これダッシュができるのね。セーブ、あ、セーブはいつでもできんのかな？装備はいっぱい持ってますね。ちょっと、探索してみましょうか。結構広いな、フィールドが。こっちは入るところがないんだね、その代わり。うん。入り口もないもんね。鍵がかかっている。鍵がかかっている。これさっきのバーですよね。ここ、他は入れないのかな？うん、そうですね。じゃあさっきの飲み屋に行きましょうかね。はい、到着。さあ、なんて言いますかね、マスターは。結構お客さんいますね。お、音楽が止まって。ベーサメ、ムーチョー。なんのこっちゃ。バカ。おバカ。抜けますね。あ、震え上がってます。あわわわ。あわわって聞いたことないですよね。何かご用で。うん。ボンゴレビアンコ。ちょっと違うね。うん。テキーラ、一杯どうです？アミーゴ、あなたアミーゴ。他の場所には行ける感じではないですよね。あ、行けたけど。お着替え中ですね。キャー。入ってこないでよ。すいません。失礼しました。いいもの見れたなですね。マスターの、いらっしゃい。何をお飲みで、それとも食事ですか？お題はもちろん結構。おらー。え？マスター、いつものだ。兄ちゃん見ねえ面だな。そこは俺の指定席。知らねえよ、そんなの。どけっつってんだよ。やめて。さっきの姉ちゃんですね。そこはあんたの指定席なんかじゃないよ。金を払わない客なんかこっちから願い下げよ。うん。ああ、なるほどね。待つぜ、兄ちゃんよ。兄ちゃん。アニーちゃん、看板娘なんですかね。娘さん、なのかな？どうなんでしょうね。やめろって。うるさいね。
気が強い女ですね。なんであんたらその腰に下げてんだ？おもちゃかい？メイン。ジェンマ。プリント。セザール。セザールビビってますね。立派なのは名前だけかい？兄。お前はいい女だ。気の強いとこも俺好みだ。どうだ、俺の女にならないか。ふざけんじゃないよ。バシッと行きました。入りました。右ストレート。てめえ、男の顔に手を挙げたな。下手に出てりゃ突き上がりやがって。やめろ、次から次へとキャラクターがね、出てきますよね。ビリー。お、臆病保安官の息子にしては上出来だ。けどな、ガキが口挟むことじゃねえんだよ。おっと、席がずれる。席がずれてしまう。そして、私に何かご用。おっと、すまねえな、兄ちゃん。ガキのしたことだ、許してやってくれ。お詫びに一杯おごるぜ。てめえ、金払んねえんだろうな。しかもそこ、お前指定席違うだろうな。マスターミルクだ。ソラ。ナイス。てめえみてえな腰抜けやつはいつが似合いだぜ。ああ、こういう選択肢。飲む。返す。まあ飲むでも面白いと思うんですけどね。どうしよっか。まあ売られた喧嘩は買います。買いましょうかね。俺のおごりが飲めねえってのか、気のせいかミルクが戻ってきた気がするんだよな。いかんな、二日酔いだな。ここの先は安物ばっかだからな。それともミルクはママのおっぱいからじゃねえと気に入らねえか。ああ、どうしましょうかね。完全に喧嘩売られてますよね。買いましょうか？それとも無視しましょうか？まあ多分どっちでもそんなストーリー展開は変わんないと思うんですけどね。消えろ。BGM が鳴る。なーに？なーに？そんなに死にてえか。なーに？やっちまったなーってやつですね。ハイク。あ、HP 回復してる。戦闘が終わると回復すんのかな？よくわかんないんですけどね。あと一歩。一歩。じゃあ、ダブルショットできます。お、倒した。勝利。斬新ですね。チッチキショー、覚えてやがれ。丸く収まったとね。あんた、クレイジーバンチの奴らじゃなかったのか。すげえや。あのパイクがまるで子供扱いだ。あのパイク、なんか強いんですかね。どうなんでしょうかね。このおじちゃんならきっと、何を頼むんだい？何事だね。また新キャラかよ。まあ飲み屋ですから次から次へとね、人が来るっていうのはわかるんですけどね。保安官、この旅の方が、なんだよか。なんだよ。今頃何しに来たんだよ。パパなんか。パパか。臆病者だ。こいつが親父なのか。この子のね、ビリーだっけ。保安官、ビリー分かってくれ。今歯向かっても奴らの怒りを買うだけだ。大人の事情ってのがあるんでしょうかね。けど何もしないんじゃずっとこのままよ。兄。お兄ちゃんは黙ってて。兄貴な。あ、兄貴か、マスターは。お兄ちゃんも保安官もこの町の男たちはみんな臆病者よ。なるほど。虐げられてるんですかね。支配されてるとか。勇気があるな、こんな小さなビリーだけなんて。だが保安官、この旅の方がいれば。いやいや、だからよそもんに頼むんじゃねえよ。残念だが、そいつはそんな立派なやつじゃねえぜ。また新キャラ、次から次へと。さっきのやつですね。
そいつの名を聞いたら驚くぜ。教えてやろう、そいつの名は。サンダウンキッドだ。マジっすか。そういえば、似てる、みたいな。この手配書の。その首にかけられた賞金は5000ドル。うん。こいつをいただくのがこの賞金稼ぎ。うん。マッドドッグ様よ。嘘だ。残念だが俺は嘘はつかねえ。嘘だよね、おじちゃん。子供にはね、ちゃんと返してあげましょうか。嘘じゃない。嘘だ。へへ。さすがのキッドもガキにはお手上げか。てめえのおかげで、ゴールドには逃げられちまうし、いい加減蹴りをつけさせてもらうぜ。表に出ろ。またやるんですかね。決闘だ。決闘だ。いや、ならなくていいですって。またやるんですか？逃げるなよ。いや、逃げましょう。負けないで。あ、あんたがお尋ね者とは。うん。やるなら表でやっとくよ。うん、まあ、そりゃそうですわな。なぜこの街で面倒ばかり起こるんだ。あわわ。この辺はセリフ、あなたが勝つね。私らアミーゴね。けど、あの男も強そうね。うん。そうですよね。やっぱ HP 回復してるんですかね。ステータス系のコマンドはないっていうかね。うん。こっちはいけない。行きましょうか。みんな見てますね。みんな見てます。そして風が吹く。なんだその顔は。なんだ爪は。そうか、俺たちの関係もこれで終わりかと思うと寂しいか。わかるぜ、その気持ち。だがいい加減。こいつ負け、さっき負けたようなね、負けたやつが言うセリフじゃないですよね。蹴りをつけようぜ。背中合わせに歩き、5つ数えたら振り返って勝負だ。行くぜ。まあよく映画とかであるやつですよね。1つ。2つ。3つ。4つ。5つ。おっと？ぐわー。どこを打ったんだ？何かやりましたね、二人で何か。何なんでしょう、こいつらは。こいつはクレイジーバンチ。あの二人、見えてたのか。うん、隠れてたんですね。つまらねえ邪魔が入っちまった。そっか、いつ。5歩目で2人とも殺され、暗殺っていうか、殺されるとこだったんでしょうね。この2人ね。ところが、2人ともそういうね、このクレイジーバンチを撃ったと。つまらねえ、邪魔が入っちまった。すげえ。すげえや、2人とも。この2人が組めば、ピッコロと悟空、この2人が組めば、サイヤ人にすら勝てる。クレイジーバンチだ、だって。ねえ、あんたたち、クレイジーバンチの奴らを倒してくれないかい？仕方ねえ。ええー、割とあっさりしてますね。女に頼まれちゃ断れねえ。きっと、勝負はしばらくお預けだ。クレイジーバンチって奴らを片付けてからな。サイヤ人を片付けたら、貴様の親父だ。次は貴様の親父だっていうね。ピッコロさん。さて、とりあえず、時間結構進んでしまったんで、一旦ここで動画切りましょうかね。うん。まあ、さっきの現代編に比べてなんか RPG っぽい感じはしますけど、
どうなるかね、わかんないですけどね。とりあえずここまでご視聴ありがとうございました。第1回目、ちょっといろいろグダグダした内容だったかもしれませんけども、なんとかね、完走を目指してやっていきたいなと思っております。温かく見守ってもらえればなと思っております。では、次回またお会いしましょう。それでは皆さん、さようなら。